エアロコマンダー500、B エアロコマンダー500シリーズは1940年代後半に開発されたアメリカ合衆国のレシプロエンジン総発の軽飛行機シリーズである。1985年まで生産され、2000機ほどが生産された。エアロコマンダー500シリーズはダグラスエアクラフトの技術者、テッド・スミスが構想したが、会社は興味を示さなかったので、スミスのグループは エアロ、デザインエンジニアリングカンパニーという会社を作って自主開発をすることにした。当初3機の試作機の製作を計画したが、試作機は1機だけとなり、NX1946 と登録され、1948年4月23日に初飛行した。乗客5人を収容でき、ライカミングを435、A エンジンを搭載した全金属製の公翼機である。 試作機は成功し、資金を得ることができ、オクラホーマシティ近くのベサニーに生産工場を作り、1951年8月に新工場から生産型がロールアウトした。最初のモデルはコマンダー520と命名された。軍用としては、最初 L-26 連絡機として採用されたが、1962年に米空軍用としては雑用機の記号、 U-4 となり、陸軍用は U-9 という記号で呼ばれた。1956年から1960年の間、U-4B の1機が、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の移動専用機として使われた。大統領専用機、エアフォースワンとしては最も小さい機体で、現在のエアフォースワンの白と青の塗装が初めて採用された。 ベルギー空軍では1961年から1973年の間、王室の専用機として運用された。1950年に、対空照明審査のための作業中に、片発飛行の安全性と性能をアピールするため、片方のプロペラを取り外して、工場のあるベサニーからワシントンまで、片発で飛行した。ワシントンで民間航空局の担当者と会った後、 プロペラを取り付けて、オクラホマへ帰還した。この飛行は新聞に取り上げられた。1991年の初めに老朽機の主翼のシュゲタの疲労による事故が問題となった。1961年から1993年にかけて24機が主翼を失う事故で墜落事故を起こし、35機の翼の桁でクラックが発見された。 1964年6月19日にエドワード・ケネディが乗ったエアロ・コマンダー680が着陸時に2人の死亡者を出す事故を起こし、ケネディも重傷を負った。1971年5月28日、有名な俳優で監督のオーディ・マーフィの乗ったエアロ・コマンダー680が悪天候の中墜落し、マーフィのほか、5人の乗客とパイロットが死亡した。 エアロコマンダー560エアロコマンダー680フロリダエアロコマンダー 680W ハットハリスリチャードザエアロコマンダーライン A ショートヒストリージェーンズ・オール・ザ・アールズ・エアクラフト1976-77ありがとうございます